こんにちは、さゆたかさん、はい、巨人、はい、今、久保純海コーチが、はい、ソフトバンクから新たにやってくる2名の投手の再生ということで、はいはい、今、話題に上がっています。まあ、かつてのね、はい、まあ、教え子ということもあり、そうですね、すんなり、はい、まあ、2人も受け入れるだろうしね、はい、だから、まあ、どういう復活つっても俺は力があると思うんだよね、うん、高橋礼が28、はい、で泉が26、はい、まあ、年齢的に考えるとさ、一番脂が乗ってていいんだよね、はい、まあ、それがなぜこうなったかということ、はい、多分基本的にはやっぱまっすぐなんだよね。うん、まっすぐ打たれることを嫌がってかわすという、まあ、作業に入る、はい、まあ、そうなってくるとまっすぐが走らなくなるとか、はい、やっぱまっすぐ走ってなんぼだからさ、で高橋礼なんかやっぱこうまっすぐが走ればそんなに打たれるピッチャーじゃないと思うんだけどね。はい、そうなんです。原点回帰ということを久保コーチはおっしゃっていて、特にまず高橋礼投手に関しては、はい、2019年12勝を挙げて新人王に輝いたあの年、はい、良さである下から突き上げていく直球が今もうそれが消えていたと、うん、変化球に頼り始めているのかなということを分析、うん、で現役時代の2019年日本シリーズで対戦した阿部監督も同じことを指摘ということで、うん、そうだろうね、はい、でブルペンに入った時はとにかく直球まっすぐだけっていうのを阿部監督も指示してやっていたそうです、うん、このキャンプで。いや、いいことだと思うよ、うん、やっぱまっすぐはさ、はい、走らないピッチャーって変化球投げてもダメだよやっぱ、うん、遅い中のまっすぐを早く見せるために変化球を磨くっていうのはこれは分かるんだよ、はい、でも高橋礼って下から投げる本格派だったからさ、はい、だから28で言えばまだまだ衰える年じゃないし、はい、もう一回気持ちをね、闘争心と含めて、はい、持っていければ全然俺できると思うんだよね。だから出てこないのが不思議でしょうがなかったんだよ。このだから1年目がすごく良くて、その後からっていうのはやっぱり投球フォームだったりとか、あとはその投球の仕方、投げ方とか変えていたってことですか、そのストレートじゃなくてっていう。まあ、それもあるよね、それもあるよね、だからノーワインドアップ、はい、まあ、この胸のところで構えて投げるのから振りかぶるようにしたって新聞紙上でもね、はい、書いてあったけど、まあ、それも勢いをつけるためにはいいことだと思うしね、うん、だからいい方向に俺はキャンプで行ってるんじゃないかなっていうふうには思うけどね、うん、あのまっすぐが復活して、はい、そんなに簡単に打たれるピッチャーじゃないと思うよ。それは阿部監督、はい、新之助が一番体験してることだから、打席で、うんうん、だからあのまっすぐ投げられたら絶対大丈夫だっていうふうに監督も思ってると思うしね、はい、だからそれをやっぱこう伝え聞くとさ、はい、俺は力があったんだっていう、うん、まあ、思い出すようなこともあるだろうし、あと自信にもつながりますね。まあ、そうだね、だから、まあ、とにかく自信だよな、うん、まっすぐ打たれても打たれても投げ続ければ、うん、それはまってくる時あるよ絶対に、うん、で一回はまったものっていうのはおそらくキャリアもあるしね、ポイントさえつかめば俺はできると思う。で今までその変化球に頼りすぎてた、でここ数年ちょっと活躍できなかった、で1年目はやっぱそのまっすぐが良かったとなると、これはまっすぐのより精度を上げていくっていう、なんか例えばあと球速だったりとか、うん、そういう練習の変わり方になってくるんですか。まあ、そうだね、だからまあとにかくね、精度というよりも球速だよね、うん、球速アップしたら変速っていうのはある程度コントロールがなくたとしても、うん、まあ、ストライクに来る自滅型ではダメだけども、はい、来ればやっぱ打ちにくいもんなんだよ、うん、うん、だからとにかくこうえぐるような高めを、はい、ああいうボールでスピードで行ってたら面白いようにくるくる回るよ。そうですよね、うん、で特に豊さんがずっとおっしゃってるその今の野球だとピッチャーがその下から上に高めにボンとくる球っていうのはすごく有効的っていう、まあ、有効的だよね、はい、だから逆にソフトバンクから高橋礼投手を獲得できて巨人は、まあ、良かったという。いや、だから可能性としたら大竹が現役ドラフトで阪神に行ったように化ける可能性があるという、はい、それはすごいですね。いや、だからその高橋礼が変化球で、はい、ね、変化球のボール、まあ、スライダーだカーブだシンカーだってあるだろうけども、はい、これが一流かっていうとさ、うん、一流じゃない、うん、これを一流に見せるのはいかに速い球を投げられるか、はい、これによってこの変化球が一流になってくるんだよね。
だからそういう意味では、まあ、ジャイアンツはいい指導をしてるのかなっていうふうに思う。それをやっぱり見抜いた久保巡回コーチだったりとか阿部監督っていうのもまたすごいですよね。まあ、そうだね。だから、うん、まあ、ジャイアンツもそうなんだけども、あのソフトバンクの時ってやっぱり勝たなきゃいけない、うん、抑えなきゃまた落とされるとか、はい、そういうなんかこう空気感っていうのはあったと思うんだよね。でもジャイアンツっていうのは勝たなきゃいけないけども、やっぱこうそういう再生をできたとしたら、はい、ものすごい高橋礼って戦力には俺はなると思うし、そうですね、うん、で自身もう一度花を咲かせられるというか、いや花咲かせられる年だから。そうですよね、28歳は、まあ、諦めるなよ、ね、本当にそうですよね、うん、でさらに泉投手26歳なのでもっと若くなるんですけれども、はい、150キロ台の中盤の速球が武器の泉投手には、はい、踏み込む左足に意識的に体重を乗せる練習を課したということで、はい、これはプロ1年目にこの久保コーチがソフトバンクで伝えた練習法、はい、で今シーズンまでは角度をつけるために軸となる右足に体重を残す意識だったんですが、原点回帰で復活への道を探っていると。1年目が一番ボール自体は良かったので、そこに戻れたらと泉投手は意欲的に取り組んでいると。なんか150キロの中盤投げて打たれる方が不思議なんだよね、うん、いやだけどそれはバッターが速く見えるか見えないかなんだよ、うん、だから角度ってあんまり関係なくてさ、はい、バッターって、うん、やっぱ球持ちがいいピッチャーが一番打ちにくいんだよ。あ、だから左足に乗らないと前に手が来ないでしょ、うんうん、右足に乗っけてこう投げたらよりこっち側ですよね。そうでしょ、手元に行かないでしょ、うん、はい、バッターの、はい、いやそれをやっぱ久保コーチは教えてるという、うん、だから角度なんていうのはそんなに関係なくて、やっぱこういかに速く見せるかどうか、スピードガンよりも、うん、はい、ただでさえ150キロ中盤投げるわけでしょ、うん、それが球持ちでよく前で離せたらもっと速く見える。そうですよね、うん、だから考え方だよね、うん、考え方の違いでちょっとずれてきてるというかさ、うん、まあ、そういうところだから、まあ、泉もいいと思うよ俺。お、力があるもんやっぱ。そうですよね、うん、でね、真ん中投げたってね、150キロ中盤のボールって球持ちが良かったらね、そんな打てないって。今球持ちよくてそのぐらい見えるピッチャーでいうと、例えば山本由伸投手とかもそうなの。まあまあそうだけど、あれはまた特別だけどね、はい、湯浅とか多分タイプ的にはああいうこう角度をつけて投げたがるタイプだと思うんだよ、はい、才木とか、うん、でも才木はやっぱ前に持っていこうとしてるんだよ、はい、湯浅はこの角度でうまいバランスで投げてるけども、これがより後ろに残っちゃうとさあ、ね、やっぱ離れるしさ、距離感が、あの球速はより近くに持っていけっていうことが、だ体重移動がそこに、そうだと思う、俺は思うけどね。あの久保コーチというと、あの阪神時代にはメッセンジャー、メッセとか青柳投手を育成したりもしてきた、やっぱり名コーチですよね。まあ、そうだね。でもちろんソフトバンクにもいらっしゃいましたし、そのコーチが巨人、しかもその昔の教え子の泉投手と高橋礼投手が来たっていうこと。それとメッセンジャーと青柳って言ったら高橋礼と泉みたいなもんじゃない。いやだから、あ、そうかそうか。いやでも俺は素材的によくソフトバンクが出したなって思う、そうですね、ぐらいなんだよね、うん、いやだから必ずこの2人っていうのは力になると思う、はい、そうですよね、うん、プラスあの久保コーチがお話ししていたのが、まあ、泉投手や高橋礼投手はオフや2月のキャンプでアピールしていかないとさらにダメだよねと、うん、まあ、松井投手、京本投手も結構高いレベルに来ているのでということで、うん、さらにやっぱ競争の激しさって、うん、その競争結果を望んでいるということで、うん、あと近鉄時代には岩隈投手、それで大塚投手も指導されていたということで、うん、もう名コーチですね。だから岩隈っていうのはちょっと前でこう話すんだはい、はい、大塚っていうのは角度を持って上から叩くピッチャーだったんだ、はい、だから泉はどちらかというと叩くタイプだから大塚投手とかメッセとかも一緒ですよね。そうあ、だから高橋礼投手は岩隈投手とか青柳投手とか、だから医者でもさ、はい、最初はもうメインじゃないんだよ、うん、だけどこう数をこなしてるうちにどうすれば早く手術が終わって出血を、ね、うん、いかに少なく最小限に止めてね、うん、っていうことでしょ、はい、だからポイントが分かってるはずなんだよ、教えてきた数が違うから。そうですね、久保は同級生だけどね。あ、そうなんですか。久保ね、柳川商業、柳川
福岡の、いやだから、はい、まあ、高校時代対戦したことあるんだけど、はい、数が違うから教えてきた数が、うん、いやだから多分手術は成功すると思う。おーすごい再生です。いや再生する、復活が、いや俺はすると思う。これ復活してくるとなると、うん、だからフォームはいいけど、はい、結局心が染みついた心が稼働していくかどうかだよね。あ、心の問題、メンタルの問題。そうそうそう、だからソフトバンクの時に力がありながら力を出せなかった、うん、そのメンタル部分をフォームとともに矯正をしていくという、まあそれは結果がね、うん、全ての世界だから結果を残していかなきゃいけないんだけども、うん、まあだけど彼らだったら俺はできるというふうに信じてるけどね。そうですよね、うん、まあ、巨人でずっと言われてたのがやっぱり投手の再生っていうことをここ数年言われていて、はいはい、それがやっぱり2選手がソフトバンクから来た、そこに久保コーチが加わって来シーズン楽しみですね。ちょっと、うん、勝とうとするメンタルはね、うん、思考だとかそういうものは強いと思うんだよ、はい、ただそればっかりに、うん、小さくなってたものを羽を伸ばし大きくしようとしてるわけでしょ、はい、もう一度原点に戻って、だから原点に戻れた時には本当に力になるピッチャーですね。それも間違いない。あの来シーズンこの2投手 そのマウンド楽しみですね。投球が、いや楽しみだよ、うん、いやだからもうとにかくまっすぐが復活してるか2人ともね、はい、これがやっぱこう見ものだよな。そうですね、これは復活したらもう相当な力になると思う。即戦力ですからね、うん、折れそうな心は監督が何やってんのお前って、まあ新之助は失敗してもいけよって、うん、今やってることを全部出せよっていうタイプだから、うん、だから大丈夫、恐れずに恐れずにやったら大丈夫、うん、そうですね、できるできる、はい、はい。